ところでそのすごいクリスチャンの世界的なその発祥地みたいな、そういうのが起こって、自分たちはそこのところを、まあ、記念の場所として、そしてそこで集まって、まあ、あの 外なんだけど、そこで礼拝してみたいなさ、言ったんだ。そうして見たら、ここのプラザのところにいろんな、ここにね、一つのグレープフルーツの木があったんですよ。ここにあった。したらそれ100年の古いやつ。それでここにこう、こうにいろんなものが書いてあるのは、こういうトラックっていうの、こういうのがあったんだよ。それを見たら、そこの歴史的なものを書いた。ウィリアム・シーモアっていう人がここでドームをしたって。そしてここの角に行ったら、ここのここに行ったらね、この写真のようなやつがあったんですよ。そしてロサンゼルスに私がいて、これがいたんだけど、全くそれ知らなかったわけ。ずっと。これね。これだから今年の写真ですよ、これね。それで、ここのところで何が起こったかっていうことを、ちょっとその人に聞いたんだよ、この黒人の人に。そしたら、あなたね、これはここね、すごい大変なことが起こって、こっからその発症して、そのクリスチャンのそういうグループっていうか発祥して全世界に行ったって、ね、それがここから起こったんですって、ね、それでちょっと興味を持って、それでうちに帰ってその調べてみたわけ、いろんなインターネット。そうしたらなったすごいことが起こったんだよ、そこで。そこから結局600ミリオンですよ、600億、この人たちがこの小さなアズサストリートのところから影響を受けて、今でもその人たちがその、まあ、クリスチャンエクササイズじゃないけども、クリスチャンワークっていうか、そういうのをしてるっていうのを聞いたわけだ、そのところで。それでその時いろいろずっと調べて、まあ、自分もクリスチャンだけども、まあそんなことは聞いたことない。何らかの形でそういうの影響を受けてたと思ったけど、後でその本を読んだり、またはこのいろんな YouTube 見たり、いろんなことをしたらそうなったんだよね。そしてその時に考えたことは、まあしばらく経って考えたんだけど、これはねすごいことだなと思ったんだよ。で特にリトル東京のところで起こったし、日本人だし、それでそんなことも全く知らないで、この近所の人たちもあんまりそういうの知らないの、そうだね。そして話している間に、やっぱり日本人の人でね、ビル・ワタナーベって言って、このこういうコミュニティのことをやってる人の おばあちゃんかな、おばあちゃんかなんかがこのアズサスピートで生まれたんですよそういう話なんだよ、そういうんで。そしてその人が言うんだよね。でなんかちょっとこう関係がこう分かったような気がして、あそうか、昔のそういう日本人もこういうところにいたと、その移民してきたのかどうしてきたのか分かんないけど、それでその後ずっと本を調べてっていうか、歴史をずっと見てきて、それからクリスチャンの歴史を見ていたときに、その思いが起こったんですよ。それから何ヶ月か経って、そしてまあ私はほらドリームセンターっていう、いろんなアルコホリックとか、それからあとドラッグとか、それからまあ女の人はプロスティチュートみたいな、そういう人たちをこういろいろ助けてるところで、まあ、エコーパークっていうところがあるんだけどね、ここからだいたい15分ぐらい行ったらどこかな、そこのところでね。で、そこの、ところで、まあ、そういう人たちを助けるっていうか、そういうやってたんですよ、そこのところでね。で、
まあ自分のバックグラウンドはほら放送関係でしょ、CBS にずっと勤めてたから、なんかものを作るっていうのはできるわけで、作るっつったってもういろいろね、ベーストンのブックがなくちゃダメだと、もしそのドキュメンタリーとかストーリーを作るときは、そしてそこにディレクターとか俳優とか全部集めて、一番重要なのはそのストーリーがどういうのか、ライターが誰なのか、でライターは何をするのかとか、そういうのよく分かったらしい。でライターっていうのはその元のなんかそういう本があって、そういうストーリーだったらね、よく今あると思うね。でそれを結局映画にできるように書き換えるわけだ、ずっと。でそれがこのところに来る、はっきり言うと一番初めのところに来てる「アズサ・ストリート・ムービー」って書いてあるの、ここにね、ここにね、1ページの次、その次のページ、そこのね。それでこのここに書いてあるのはスクリプトでどういうふうに言ってるか、で画面をこう出さなくちゃいけないんで、映像を出してフィルムっていうのは、だそういうところに結局テキストをどういうのを入れるか。でまあこれ、ここのクラスの人たちは別にその映画を作るっていうようなまあ興味もないし何もないかもしれないけども、でもこのところでまあ私がそういう映画を作ったんで、そのことをちょっとシェアするっていうのが、まあ、このクラス、この楽器のねクラスなんですよ。だからそれがもうバックグラウンドでありますから、あなたも映画を作りたいですか？まあだけど自分が作らなくなっても誰かがやった人の聞いたり見たりするっていうことはすごく興味あったんだね。でやっぱりね、ロサンゼルスの方はやっぱりハリウッドっていうのが控えてるから、ものすごいやっぱり人々は興味があるんですよ。オレンジカウンティーだとまあね、はっきり言うとオレンジの農業家なんかに興味あるんじゃないかってみんな言うんだけど、でロサンゼルスの方はやっぱりここから近くにハリウッドがあるから、その映画の産業ね、だから映画のスタジオっていうのがあるわけ、ずっと。それから映画のそういうエディティングみたいなとか放送局とか、そういうのがやっぱりハリウッドにいっぱいあるわけですよ。でまあ私もそのスタジオのところで働いてたんで、そのまあ映画を作る、またはなんていうかな、そういう劇場みたいなとか、そういうのもいっぱいあるんだよね、やっぱりハリウッド。それはやっぱり私はあそこにハリウッドのところにずっと仕事してて、いろんな知ったこといっぱいあるんですよ。でその一つの大きなそのプロダクションというか制作というか、そういうのに映画産業がある。で映画産業っていうのはただのそのキャメラがあって撮るだけじゃなくて、もうそこにはもういろんなものが他に含まれる。例えば映画見ると最後にクレジットっていうのが出てくる、クレジット、いろんな何をやったか、それすごいでしょ。ちょっとした映画だってさ、そこに出てくるの何百人という人なの。そして映画産業っていうのは面白いっていうか、それでその経済を動かす、それから昔はその政治的なものを動かすような要素を持ってた。だからチャップリンっていう、聞いたことあるけど、チャールズ・チャップリンっていう、それはアメリカから追い出されちゃったんだけど、結局ハリウッドに来てああいう映画を作ると同時に風刺っての、だからこの国は今良くないとかね、それからコミュニストがもっとよく動けばこの国は良くなるとか、そういうこと言った時に、そのアメリカのその主義主張に反するようなもの時に、そこでやっぱり最後まで追い出されちゃった。だからその時に彼の作品とか、あれはものすごく影響を、世界中に影響を与えたっていうところがあるんだね。で今私が行っている教会の前のところにね、そのストリートを越えたところにね、変な建物があるんですよ。これで初め来た時に、なんだこれと思ったんだよ。
したらチャールズ・チャップリンがそこに住んでた、ね、昔。それがあるんですよ。ちょうどオリンピックブルーバードと、それからあとアルバラードっていう、まあ、幹線道路みたいなんだけど、そこのところにある。ちょうどチャーチの、まあ、我々のそこで、まあ、礼拝してるんですけど、そこからちょっとこう窓を開けてみると、そこにあるんですよ。それで。それもダウンタウンですか？うん、そうそうそう。だからダウンタウンでね、まあ、コリアンタウンなんでね、うん。コリアンタウンっていうのがあるんですよ。で、あとはリトル東京だと昔の日本人の人たちがそこに移民してきて、そこでもって例えばホテルを経営したり、それからあともちろんほら日本食があるじゃないですか、いろんなそういうようなものをずっとストリートのところでラーメン屋何回あるのか知らないんで、それからあと日本の食べ物のそういうところで、でそこがすごく今開発されてて、その新しいビルディングとかそういうのもいっぱいできてるんでね、で そこは結構まあ高級な、まあ、いいところなんだね。でやっぱりほらああいうダウンタウンとかそういうところ働く人っていうのは通勤が大変じゃないですか。パーキングがないですよね。そうでしょ。だいたいパーキングがないしダウンタウン行ったら、まあ、そこの日本領事館はどうかは知らないけども、で高いよ。高いですよね。すごく高い。だからこういうところにこういうセカンドストリートとかこういう日米会館のここにあるその近くなんだけども、こっからだったらもしこの辺に住んでたらもう本当にもう今だったらこういう自転車みたいなのとかスクーターじゃないけど、それずっとダウンタウンの言うなればオフィスのところもものすごい今立ってるんですよ、ビルディングが。はい、すごいよね、LA のダウンタウンっていうところ。そういうところに行くのに車なんかなくたっていいんですよ。車ガラージの中に入れといてもいいし、自分のそのね、アパートかなんかで、そこからみんな電車で行ったっていいし、電車もあるし、それからバスがあるし、それから今だったらあれでしょう、ウェイズじゃなくてなんて、ね、ウェーバーか、うん、リフトか、使ったことある？ああ、1、2回乗ったことある。あるでしょ、うん、だから便利だよね、あれね。すごくね。で、お金持ってなくていいし。確かに。それで乗っかっちゃって、ここに行きたいって行くとなると、ほら、あなたが今行きたいということを言ったら、そこのどこに行きたいかっていうのだけを書くと、そうするとあなたの場所も向こうは分かるわけよ、GPS で。だから決してあなたの場所を言う必要ないんだよ。で今ここに立ってたらするでしょ、ここ立ってて、でここから領事館に行きたいと、スプリングなんだよ確かね、行きたいっつったらそこのところに乗ってそのリフトか何だろう、例えばウーバーのところを開けて、で自分がアカウントを入れてたときに、それでその Where to go っていうところで、そのジャパニーズカンセル、カンセルジェネラルとか、そういうふうに入れれば、また日本語だったら領事館って入れるのかな。そうしたら、そこにいっぱい車が担保しているわけだ。そうするとその時に、あなたはこの方向をこっち来たときにすごい近くにいたと。したら今度はポンとクリックしたら、そしたらもう直ちにあなたがいる場所をその人は知るわけ、GPS でもって。だからどこ行きたいかっていうことになった時にそこのところに乗って OK I go I take with you そして行ってそこに乗って、そしてあそこだったら5ドルぐらいかなんか知らないけども、5ドルだと。あ、OK っつって。それでそこにして、そこで待ってたら来るわけで。で、来た後、乗っかるでしょ？そう、何もいらないわけだよ。自動的に、あれするから、引かれるから。
で乗って、だからこういうところが便利ですよ。それだったら、まあ何回か乗ったらあれなんだけど。自分で呼んだことはないです。友達が呼んだよって。うん、だから今度自分でできるわけよ。私の携帯古くて、アポを入れられないんですもん。容量がなくて。そういうの使えないんですよ。通話とテキストしかしない。まあだけど将来またね。でもなんかあれね、本当に東京みたいな感じなんですね。うん。車なくても。全然大丈夫なんで今それだったら。で昔だったら大変なんだよ。タクシーのあれしたり、友達に頼まなくちゃいけないとか、いろんなことあるけど、今はもう完全に大丈夫だよ。で私この前やったのはどっからやったかっつうと。全然わかんないんだよ、行くところっていうか、名前わかるんだよ。で、その、この近くに、まあ、こっち側のところに行ったら、チャーチがあるわけだ。そこのところ。だから、それさっき言ったオリンピックと、その、アルバラード、まあ、その角に自分立ってて、これから自分はサンディエゴ行きたい。サンディエゴ行きたいと。それで、その夜中だし運転するのが嫌だから、あのグレーハウンドってバスあるでしょ、それで行きたいと。だからそのところでもって車をそこのチャーチのパーキングに置いて、そこはタダだから置いて、そしてそこに立って、そしてウーバーを呼んだんだ。そしたら2分ぐらいで来たよ、すぐ。それでどこに行くっていうことも全然聞かないんだよ。喋らなくていいんだよ。それでどうしかっていうと、私はだからグレーハンドバスディポーって置いたわけで。そうするとセブンスストリートっていう、今これは4567がずっと行ったところであるわけ。ね。だから来たからどういう車かって書いてあるから、それ乗って、でずっと行って、そこのディポーのところにまで来たわけだな。そしたら、トータル8ダラーだったかな。料金は乗る前に分かるの？分かるわけ。あ、じゃあタクシーみたいに降りるときにいくらっていうわけじゃない、じゃない。あ、じゃあ別に遠回りされるとかなんとかない。だからもう初めからもう分かるわけで、ここからここまではいくらって。でそれをやっぱりそのウーバーがやっぱ監視してるわけだ、それを。はい、こんにちは。こんにちは。あ、いいですか。どうぞ。あんたクラス、このクラスに？はい、今日だけ、金曜日だけ。あ、金曜、今日だけね。はい、普段水曜日なんですけど。あ、普段水曜日だけ、今日だけね。はい。OK、日本語、全部 OK だよね。全部 OK です。じゃあ、日本で過ごし、生まれたとか。はい、日本で生まれました。で、こっち来て。はい、留学生です。はい、あ、留学。はい。OK。今日は日本語でやりますからね。あ、はい。初めてです。いいですか。お願いします。今途中になっちゃってるんだけども、実は今ねこの本があるんですけど、はい、アーサーストリートプロジェクトっていう、ちょっと見せてもらった本。あ、この前、木曜日にも同じ本を使いました。一回木曜日の授業を受けた時。あ、そう。はい、もう一回受けた。はい、ちょっとバラバラで。あ、そうか。なんか自分の教科書ですかね。うんうん、はい、うん。で、予定がいろいろあるから、バラバラになっちゃったよね。そうなんですよ、今、ここ、何週、3週ですか。ああ、はい、そう。だけど、この近所に住んでるわけ。はい、アーバインです。アーバインね。はい、うん、アーバインだったら、やっぱ30分ぐらいかかるか。いや、でも、5沿いなんで、こう、15分、20分ぐらい。あ、そう。はい、うん、じゃあ、今日はちょっとジョイナス。はい、でね、まあ、ちょっともう一回、ちょっと繰り返す。ことになっちゃうんだけども、ここで今やってるのこれクリスチャンの、あなたクリスチャンですか？いや、僕は違います。違いますね。だからまあクリスチャンの、まあ、リバイバルって言うんだけども、それでもってこのアズサストリートっていうのはどこにあるかっていうことをちょっと説明したんですよ。で、それは実はリトル東京って行ったことある？あ、はい。行ったことある？一度、はい。一緒に行ったことある。で、そのリトル東京のここで起こったんですよね。これはフォースストリート、サードストリート、セカンドストリート。これあるんですよ、ファーストストリート。で、リトル東京のどこ行ったのかわかんないんだけども、こ
ここにその、日米劇場っていうのがあるんだよ。でこの、あのストリートのところに日本食の、まあ、店がずっとあって、ファーストのところに、でここのところをリトル東京っていうんだよ。リトル東京ね。で、あのそれからしばらく行ったところではコリアンタウンっていうのもあるし、こちらに来てどのくらいになります？8年ぐらい。8年だったら、とにかくもういろんなとこ知ってんじゃない？ああ、でも、ほとんど OC 側にいたんで、あんまり LA の方には行かないです。でも8年いるわけ。そうですね。ああ。で、ほとんどあのオレンジカウンティ。初めの2年はあのワシントン州のシアトルっていう。はい、ワシントンのシアトルね。はい。うん、そこで、そこでちょっと勉強してたの。はい。うん、で、こっち来て。で、トランスファーして。あ、トランスファーして。はい。で、今どこの学校に？あ、ここです。ここに来たわけ？はい。トランスファーして。いや、トランスファー、一度仕事、ちょっと学校、大学終わってから仕事して、うん、で、こっちに。ああ、はい、なるほど。じゃあ、そのなんかビザの申請とかそういうことが、はい、そんな感じです。あるから、ここにいなくちゃいけないっていう。その学生のあれを続けなくちゃいけないって。はい。わかりました。はい。で、I-20 かなんかの。はい。で、ずっと続けて、はい。で、ある期間になって、その、まあ、グリーンカードになるのか。もしかしたら、まあ、日本帰国になるか。日本帰国するか。はい。っていう感じですね。あ、そういう感じでね。はい。わかりました。ね、それですからね、ここがその、リトル東京っていうところなんですよ。で、ここのところのリトル東京で、まあ、本がちょっとそちらないのであれなんですけども、実はね、これがそのリトル東京の、さっき言ったセカンドとサードストリートの間のところにあるのがアズサストリートなんです、これが。で、このここで何が起こったかということなんです、その話なんです。で、これが起こったということが、私は全然それは分からなかったので、私は実はクリスチャンなんだけども、で、ここのところにね、ショッピングに行ってたときに、このプラザのところで、なんかグループの人たちがこう集まってたんだよ。大体20人ぐらいの人。で、それはほとんど黒人なんだ。で、私はそれを見たときに、何をしているのかと思ったんだよ。で、話を聞いたらね、あなたね、ここでね、起こったことはものすごいことが起こったって、ね。で、今でも、600ミリオンの人たちが、このここで起こった、その影響を受けて、世界中にいるということを聞いた。それで私はすごくエキサイトメントした。で、私のバックグラウンドは、映画作る、ムービー。ね。ムービー作ったりするんで。で、仕事をしてたのは、まあ、CBS、テレビジョンネットワークね。そこでずっと働いてた。で、その前を言うと、日本では NHK にいたんだよね。NHK のあそこの渋谷のところの放送センターっていうの。そこに働いてたんですよ。で、それを辞めて、で、まあ、しばらくカナダにちょっと行ったんだけども、その後、アメリカに来て、で、テレビジョン その放送局にスタジオもある、そこにずっと勤めてたんですよ。だから映画を作るとかそういうのは、まあ、まあ専門なんですね。で、映画を作るということにあって、一番大事なのは、初めはその何を作るかということになって、そこにやその、まあ、プロデューサーっていうかいるんだけども、それからあとお金の工面をしたり、それからどうやってその映画を作ったりするかっていうのは、それを最終的に決定するのがエグゼクティブプロデューサー、それがやるわけね。で、あとプロデューサーっていうのは大体ライターが多いんですよ。それからあとディレクターっていうのは、そこの映画を作るためのその俳優たちをどういうふうに動かすかっていう。それからもう一つあるのが、ディレクターフォトグラファーっていうのがあるんですよ、アメリカには。それは撮影監督って、監督だからディレクターなんだね。だからいかに
このところでこういうシーンで2ショットっつって2つ2人の人をこういうふうに撮るときにどういうふうにその、光をつけ入れるかとかそれからどういうふうにそこのところでもって周りの状態をその作るかそれからどういうふうにその映像としてくるかその大きなスクリーンの時、まあ、大体そうなんだけどで映画の目的っていうのはこういう3ディメンションのやつじゃなくて2ディメンションのとこから来るわけでしょだってスクリーンっていうのは平らでしょ凸凹してるんじゃなくてそれでもってその、3ディメンションのように見せるっていうのが映画なんですよもともとはだからどういうふうにするかっていうと3ディメンション我々は2つの目持ってるんだこれ1つの目だったら3ディメンションに見えない感じで持ってやるけども2つの目があるからその3ディメンションの映像になっているで3ディメンションというのはどうなるかというとそこに深さがあるわけ例えば映画だとこういう一つのこういうねスクリーンでしょこれは2ディメンションでしょ X と Y だよね2ディメンションだけどこれを見せるためにはその3ディメンションに見せるためにはそこのところでもってはっきり言うとレンズをいろいろ考えなくちゃいけない目のように、ね、一つの目だけどもその時にその彼女のところに例えばフォーカスを与えるとこの人のフォーカスもうビタッと見えるわけだそうするとその後ろもフォーカスになっちゃったら距離っていうのはなくなっちゃうわけあなたそこにいるけどもここにいると同じになっちゃうんだよだからそのために後ろをはっきりとぼかすわけだそこのところでそうするとこういう画面でもって見るとそうすると後ろがボケてて彼女がものすごくはっきりしてるとなるとその集中する人間っていうのは集中するとこちらを見るっていうのがあるけども自然に後ろのものも見てるんだけど少しボケてるっていうことは距離感っていうのがあるっていうのが出てくるわけそうして距離感っていうのを取るそれから光の当て方とかそういうようなものによってその例えば一発光を今度でバッと与えるんじゃなくて彼女の後ろの方にこういうふうに光が当たるとここのところでもってこの後ろの状態がその もっとすごくはっきりするようになるそれをまあバックライトっていうんだけどそうするとこの人が浮き上がってくるんだよそれであなたはその光がないから浮き上がってくる少しこうボケてくるそんなようにして映画っていうのを作るんですよだからそれがやるのはディレクター・フォトグラファーっつってやっぱり彼はディレクティングなんでその映像を作るための監督なんですよところが普通のディレクターは例えばスピルバーグとかジョージ・ルーカスとかああいうディレクターはもうそのこの彼女のストーリーでの人間性を表すためにいろんなことをするわけだ手を挙げなさいとか後ろ下がりなさいとかそういうふうにアクティングするアクティングねそういうのするんだねだけどディレクターフォトグラファーっていうのはそのこの絵にした時にどういう絵になるかということをやる人だだけどディレクターはそういうもちろんそういうふうにモニター見たりするけどもこの人がどういうようなアクティングするかっていうことあなたがその時にどういう反応を示すかどうかとかそういうことをするのがそのディレクター・フォトグラファー DP って言うんだけどだけどディレクターはそういうふうにして今度人間を主に人間アートには動物もあるかもしれないそれとそれからその景色の状態そういうふうにするとまあそういうふうにしてね映画っていうのはいろいろあるんですよだからもともとはそのさっき言ったように一番重要なのは何をやるかっていうことねすることでその時にこのどういうふうにそれをするかどういう人を使うかとかそういうことなのねアラディンっていうの見た最近の見ないアラディンっていうのは最近放送あじゃなくて映画であるんですよそれは昔の漫画のやつを今度実写でやったやつよ
見たら面白い。すごく。だからそういう時になった時に、そのさっき言ったようにディレクターっていうのを言ってたでしょ。映画を作る。あんた興味あるかな、映画作るなんて。だからディレクターって見てるでしょ。ディレクターをフォトグラファーっていうのは絵を作るためのやつだよね。それからディレクターっていうのはアクティングさせる方に動く、その人間の特色とかそういうのがあるんで。もう一つあるんですよ、ディレクター。キャスティングディレクターっていうのは、ね。キャスティングっていうのはその、例えばアラディンっていうのはみんなの漫画のやつ見たことあるんです、いいの。見たことあるでしょ。ね。そのイメージがあなたにはもうあるわけだよ。そこのところで。それから、はっきり言うと10年ぐらい経ってるわけだ。あれが VHS かなんか出てて。あれもすごくアメリカの、もうものすごいヒットしたんですよ。今、ね、DVD とかあの VHS で売ってるけども。だけど、それを今度実際の人間を使って、それをするというのがプロジェクト。だって映画は5年ぐらいかかるんだよ。スタートして、で作るまでね。だってそのぐらいかかるんですよ。ずいぶんかかると思うでしょ。で、やっぱりちょっと高級な、高い映画だと、だいたいどのぐらいかかるかって言ったら、そのアラディンなんかだったら、あれはものすごい、そのコンピュータグラフィックスっていうか、そういうのも使ってるし、そして、だから俳優っていうのがほら、ちょっとね、白人の真っ白な人っていうとダメでしょ。あなたのイメージの中にあるものは。そのね、ちょっとミドルイーストみたいな感じの、女の子もちょっと可愛らしい、そういうような男はね、ハンサムかハンサムじゃないけど、そのアクティングする状態でそうなる。そういうのを選ぶやつがいる。誰が選ぶかって言ったら、キャスティングディレクター。それは選ぶ。そいつもすごく、だからディレクティングの仕事なんですよ。そういう仕事なんです。だからこの前に、センシナリーのかなんかのスプレーかなんかっていう映画ね、スプレーって見たことあるかどうかわかんないけども、そのスプレーの時にそのキャスティングディレクターがその女の子をどこで探したって、スターバックス行ったんだ。したら今度チャビーの背低くて太った女の子がいた。それがこうなんか応対したわけだ。した時にその人の頭の中にパッとひらめいたんだ。あ、こういうイメージでこの人の笑いをとかしてるものをその映画に映って選ぶ、そういうことある。だからその例えばアラディンみたいのはミドルイーストだから白人ばかり見てたって絶対ダメなんだよ。あなたのイメージの中にあるのはさ、そういうちょっと少しね、顔色も真っ白じゃなくてさ、そういう人じゃなくてダメでしょ。やっぱり考えてて、その人がやっぱりそう、この女の子、あれはなんだっけ、プリンセスだか、なんか、それからあと男の子、男の子はもう、just like a, もう、poor boy で、でしょ。で、そういうのを頭にあって、それを全く変えちゃったらもう、それは、ダメなんですよ。そういうところはあるわけ。人間の持ってるね。だから映画の中にもそういうようなものがある。で、それでストーリー展開する。例えば「スター・ウォーズ」みたいな123つってまた戻っちゃってこんななってするいろんなことがある。そういう展開があるから、その時その時にその新しいストーリーが出た時にそういう俳優も新しくなる。ね。それでルークが今度おじいさんになっちゃったみたいな。ような特にどういうストーリーになるか、そういう、だからそういうふうにしているんだね。だからたとえ小さい映画だとしても大きい映画だとしても大きなバジェットのね。だからアラディンだったらあれだったらもう完全にもう200ミリオン軽くかかっちゃう、その映画作るんだね。だからその代わりもうもちろん5年ぐらい経って、もう初めからこうそういう構想を持ってて、だからディズニーの、あ、いろんなあるでしょ。今度このライオンキングっていうの出てくるじゃん。いろいろ宣伝してん。
あれも相当面白いことだよね、作ってる。やっぱりその技術っていうか、そのレベルっていうのはやっぱり相当こう上がってこなくちゃみんな来ないんだよ、見に来ない。前と同じぐらいのものだとか、じゃなかったらもうストーリーがもう完全に違うような、ようなんだったらそうなるけど、やっぱりそうじゃなかったらやっぱり見ないですよ。で、やっぱりその、例えばさっきのアラディンみたいなものだと、もうそういうのを、前のやつをちゃんとこう理解しながら、それで今のコンピューターグラフィックスで、今度人を使って、その映画のストーリーをするということなんですね。だから、そういう、大体のストーリーはもう、どういうふうにしようと、そこに置いた王様、こんなちっちゃい。王様みたいな漫画の時にあったでしょ、イメージは。だからそういう人を、少しでっかいやつにしたって、それはあんまり関係ないけども、でもそういう、そこにあるキャラクターっていうのが、やっぱり生きてないと、今度はダメなんですよ。だからそれを結局することが、重要なことなの。映画産業というか、そういうところでね。でね、どうしても必要なのは、映画なんかで必要なのは、さっき言ったエグゼクティブプロデューサーっていうのが必要なの。エグゼクティブプロデューサーっていうのは、全体のオーバーシー、スーパーバイズ、そしてその構想っていうか、そういうのをずっとやる人なの。で、あとはプロデューサーっていうのがいるわけだ。プロデューサーっていうのはさっき言ったように、何人かいるかかもしれないけど、ライターも多いんですよ。書く人ね。だからその人をその書くことによって、またそのストーリーによって、そういうイマジネーションっていうのが、それが全部合う人、クリエイティブじゃなくて、ダイナミックプロデューサーって。だけども、そのクリエイティブだけども、その書くことができる。それからディレクターっていうのはそのプロデューサーのアイディアっていうか、それからまたは元のその本のアイディア、それをその絵、人を使って、はっきり言うと、絵にする、それがディレクターですよ。それからディレクターフォトグラファーっていうのは、それを今度光を使ったり、それからあとシーンを選んだり、そうすることによってプロデューサーの思っている、考えている映像を実際に作る人。だから面白いのはアメリカの場合にはキャメラマンっていうのはそのどういうことかっていうとディレクターフォトグラファーっていうことになっちゃう。ということはキャメラ触らない。触っちゃダメなキャメラマンだけど。だけどディレクターだからどういう人そこに光をこういうふうにしたり光をどこにつける。例えば昨日なんか、あそこでね、メルロースっていうところ、パラマウントっていうのがあるんだけども、そこのメルロースとウェスタンのストリートはものすごい忙しいところだよね、そのところ。そこで映画を撮ってた、そのところ。で、これはもうね、大変だよ、トラフィックがすごくて。だけどそこでもって警察を雇って、警察を雇って、それでそこのところ、もう半分ぐらい全部ストップしちゃって、そのブロックで、一角もう、そこにごちゃまんと人がいて、というか、働いてる人がいて、トラックがいっぱい止まってて、普通の人たちはもう大変ですよ、全部迂回してどっか回ってますし、そういうふうにして、だから、そういう時に、すごいのはどうなってたというと、そのシーンは昼間なんだよ。ところが夜撮ってるわけ。ね。夜撮ってんだよ。昼間なんか撮れるわけないよ。そんなところも忙しくて人がいっぱいいるし、もう、なんていうかな、道路は。したらそれ全部昼間にしちゃう。ライトで昼間にしちゃう。だからそこのところのシーンっていうのはもう大変だもん。いっぱいこうライトが。そこに歩いてるの昼間歩いてると同じなの。だからそういうふうにして、さっき言った、
そのディレクターフォトグラファーっていうのは絵を作るために作るためにその状況っていうのをもうその都度変えるわけですね。それでそのバックグラウンドのところが夜の景色だったら絶対ダメなわけだよ。そのところだから向こうの方までストリートの向こうの方まで明るくなってるんだよね。でその時にそのライトっていうのがどうなるかっていうと、あなたこれ蛍光灯でしょ、フローレッセントライトだよね。こういうような時、こういうすごくこれ青い色だよ。だけど、まあ、あなたの家は僕は知らないけども、アメリカ人はリビングルームとかそういう時にこのフローレッセントライトを使うの嫌うの。でしょ、薄暗いし使ってんのがもっとあったかい色なんだよ。そうでしょ。でそれをね、どうなるかっていうと、まあ、これ関係ねえんだけど、まあ、ちょうど今日はあなた一回来ないってあのね、ホームディポーなんか行って ランプ買うでしょ。そうするとそこのところにね、そのデイライトっていうのがあるんだよな。それからあとはこの、まあはっきり言うとこのナイトかなんかあるんだけども、これはデイライトっていうのはすごいこういう色になっちゃう。それでこれがね、またある意味ではねホワイトね。そしてこっちはまあはっきり言うとイエローみたいなカラーで、それどうなるかっていうと、その一日のうちで朝起きた時に外を見た時感じないかもしれないけどあの空はだいたい青だ、青っていうか、まあはっきり言うと紫っていうか、そういう色なんそしてだん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 この日が上になってくるでしょ。そうするとその色が変わってくる。青からだんだん白みたいな色になってくる。今度こっちになった時はどうなるかというと夕日みたいなのになってくるでしょ。だからこう変わるんだよ。そうするとその空の色が変わると人間の肌の色っていうのも変わってきちゃう。だから映画で初め撮るときに、昼間撮るときに、朝撮ったやつと夕方撮ったやつをくっつけることできない。朝撮ってあなたの顔は青みたいになってて、朝焼けじゃないようになってて、今度はその時間が経過しちゃってさ、それじゃあ同じような場所にいて、そしてもっと今度夕方のシーンをちょうど違う相手が違う人がいて、夕方のシーンはあなたは初めは一人でいたけど、この夕方になったら誰か他の人と喋ってるシーンだってさ時に撮ったら、それはカットできない、編集できない。どうせ昼間あなたはもう青くなってんだから、夕方になったらもう赤になっちゃうんだからさ、それをパッパパッパ切るわけにいかないんだよ。そういうだからそういうのもちゃんとしなくちゃいけない。そのところだから夜のシーンっていうことになったら、大抵伝統とかそういうのもだんだんこう黄色くなってきたりなんかする色を使ってる。で家の中ではそういうものを 家の時に使うのはそういうないと。だからそのところでね、その自分がどういう色を欲しいかっていうことによって、ホームディポを行くとここに書いてあるんですよ。5000度、それから2000度、9000度、こういうランプを今の LED っていうやつだとこういうのを選ぶんですよ。
だから何でもかんでも買っちゃいいっていうもんじゃないんだよ。やっぱり自分のうちのそのライティングっていうか、それをするときで、急線度っていうのはこれはどうなってるかっていうと、すごく青っぽくなってる。これが白だよ、これが黄色だ、黄色で、これはどうなるかって、温度がすごく低いっていうのは、低いっていうのはだんだん黄色から赤になってくる、赤になってくる。だからその時にどうしてこうなってるかって、これをドケルビンつってね、この色の温度っていうのね、なんで色温度っていうのかっていうことで、色温度ね、温度は分かるよね、ね、今日は暑い寒いって温度ある、なんで色温度っていうのか、どうしてかっていうと、これは 色には温度がついてる。だから9000度、ホームデポって自分が5000度だと白いみたいなやつ、それからもしあのもう少しウォームにするっていう。そしてここのハリウッドではその部屋の中のところとかそういうのに合わせるのに3200度を使う。これどういう色かっていう、白人ね、白人の女、非常に白い顔をしてる、黄色人種だと、それが一番綺麗に見えるっていうのが3200になる。だからそのために映画ではそれを女の人に特に、でもちろんその今の、ね、俳優っていうのはもうすごくキャラクターがいっぱいあるけど、昔はそのなんかビューティーっていうかね、エリザベス・テイラーじゃないけど、ね、そういうふうにものすごく女の人が美しく見えるようにするっていうのが映画の一つの目標だった。だその時に使ったのが3200度っていう、それをちょうどそこに当てると、もちろん角度とかいろんなのがあるよ、あるけども、それを書くと一番そのでっかいスクリーンで、シルバースクリーンっていうか、それを見た時にきれいに見えるっていうのは、それがそうだから、日本人とか他の人たちは違うから、他の温度でやらなくちゃいけないんだけど、ハリウッドはそういうんでドミネートしてるわけだね。やっぱりそういうビューティーとか、そういうのが一つの、こういうものがビューティーですとかね、そういうことね。だから男に関してもやっぱりそういうことがやっぱりある。その時やっぱりライトっていうものを変えるっていうかね。まあそういうことです。もう全然書けねえんだけど、今日の授業とだけどそういうふうにして映画を作る。だけどあそこの映画の最後のクレジットのところで、もう何百人って出てくるでしょ。ね、トラックドライバーの人も出てくる。それからケータリングっていうのもそれも出てくる。ご飯ね。みんなご飯ちゃんと食べさせないと映画ちゃんとできないからね。だからそういうのも出てくる。だそういういろんな人たちが出てきて、あれだけの人数になっちゃって、だからそういう人たちのそのあれを見ると、もうページとページで何ページもものすごい人のして、で映画っていうのは面白くて、どういうのかっていうと、映画は結局一つのメイキングだから、ムービーメイキング、会社なんですよ。そうすると、その例えばアラディンっていうのを映画するとなると、会社を建てるわけ、今回の映画、そういう映画でもって、それでもってお金が入ね、当然投資する人も入ってくる、ずっと始まるわけだ、始まるゼロの日からさ、ずっとで会社をそのとこ建つ、ちゃんと牢屋もちゃんといてね。そして映画終わったら、例えばこれ DVD の配信をどうするかっていうことも全部あるんです。したらそのカンパニーがクローズする、終わったら、そしてまた新しい映画ができるとなると、
そこでまた会社の時に、もちろんフィルパラマウントとかそういうところはそういうことに対してないんで、今日はこれクローズって言ったらクローズするから。だけどまたその権利の問題があるから、ずっとパラマウントのものが残ってる。なんか新しくそこでね、例えば DVD じゃなくて、なんかそういうショーみたいのする、いろんなのあるでしょ。そういう例えばライオンキングなんてな、そういうあの劇場でそういうのやったりするっていうのがあったりすると、ちょっとまたそれは新しくなる。だけどそれは先のそのムービーとは関係、そういう関連付けてそこへ、ね、そういう会社を残しとくっていうこともあるけど、大体は映画っていうのはその初めに決まってこういう映画を作って、そのスタートしてからエンドまでのところでカンパニークローズするんですよ。だからそれだからもう完全にビジネスの状態なんで、ね、だからそこでもすごく売れる映画と全然売れないやつもあるわけでね。だからそれは誰がそれをテイクするかっていうこと。だからはっきり言うとバンクラプシーみたいなこともすることもあるだろう。やったんだけど全然それがね、あの広まらなかったって。だからそれでもって大体制作するお金のそのマーケティングって言って、テレビで宣伝したりはビルボードのああいうところで宣伝したりするのとが同じくらいかかるんだ。作った制作費っていうのと、それからマーケティングのそういうもの同じくらいかかる。そして映画っていうのは宣伝しなかったら全然売れない、いない。だからその費用っていうのはものすごいんだよ。テレビでもやるし、ビルボードでやるし、そういうマガジンとか新聞とかいろんなところでやる。そうして、それからもう一つはそのそれに出た人、出た人のそのロイヤリティっていうのがある。だからあなたが映画出た時にいろんなエクストラっていうのがいて出るけど、顔が完全にそこのところで出てる人と、このバックかなんかでこうなってる人いるわけだよ。そうすると全然値段が違う。もし顔が出てきたらコマーシャルでも、そしたらその人はそれなりのその費用が出る。例えばそういうのでコマーシャルみたいなの作った、映画のためにコマーシャル作った、で誰かが説明するみたいな、でそれが出た時、顔が出てきた時は、顔が出てきた時は体じゃないんだよ。顔が出てきた時にはそれはこういうレベルでお金払ってる。だからそれすごく微妙なんで、映画撮ってさ顔出るか出ないかってこともね、そういう、まあ、そういうのが大体映画の作る時のねやつなんですね。でね、まあまあそれはちょっと全然関係ない話なんだけどでも興味あるんですよ。面白い。映画は好きなの。え？映画は好きなの。あ、好きなの？はい、好きです。オッケー。見るんだね。だから映画見るときにいろんなそのストーリーのそういうものもあるし、だからそういう気持ちで今度はアラビンを見たらいい。非常によくできてると思う。これあれはたぶん、あの、まあ、ペイオフっていうか、その人のそういうのすごく早いんで、ボックスオフィスっていうのがあって、そのところでどのくらい売れるかとか、1日目2日目、1週間目、1月目で、それによってこうずっと出てくる、どのぐらいみんなを見たかって。だからあれはとにかくもう100ミリオンも絶対かかってるしからね。で時間もかかってるからね、それでずっとね、まあ、映画はそういうことなんだね。で、ですから私はそういう会社に勤めてたんだね、そういうところね。それでこの初めてクリスチャンのこういうムービーを作った。それはこれなんですよ。
アズサスリート。でこれはもうバジェットっていうのはものすごく少ないし、で、まあ、はっきり言うとボランティアみたいな、自分でもう一人の、人がディレクターだったから、その人とシェアして作った。で、こういう簡単なやつでもやっぱりお金は相当かかる。こういうんだとね、だいたいその20万ドルぐらいかかる。最低そのもう本当のローバジェットムービーだとしてもね。だから人いっぱいいるから、その人ちゃんとした人を選ぶためにはやっぱりお金がある程度ないんだな。だけどもそのまあ初めにこれを作った時は自分の中にはそのね、ここでもってお金を全部叩いてそして作るっていうあれはなかったから、やっぱり自分は神様を信じてるから、神様が作ってくれるのはどういうのかっていう、そういう期待を持ちながら、そのそこでミラクルがハプニングするっていうか、そういうことを見てやったんですよ。でこれは2006年にまあ上映したっていうことなんでね。で TV9 っていう放送会社ね、ツインティープロドキャストネットっていう、そこのところでも放送した。その時にはその月のナンバーワンのドキュメンタリーになったんですよ、そのところで、この国でね。だからそれはあるんだけど、その内容的にはそのローバジェットだから、でもローバジェットでも私のハートとしてはこれを伝えるっていうかね、伝えるっていうこと。そしてだから2006年からずっと今までだから、今年がだから2019年でしょ。それまでずっとアマゾンとかそういうところでは売ってたんですよ、 DVD としてずっとね。で14年間、でも今はこのもう14年かそこら経った後、経った後はまあこれを結局人々に伝えるっていうかね、でそれを伝えるっていうことをちょっと示されたっていうか、だからまあこのちょうどクラスの時も一ついい機会じゃないかと思って、このスクリプトをこのところに載っけて、あとサマリーっていうか、それをこのページの20かな、そこのとこかな、アッサスリートリバイバルのサマリーで、何をそこのフォーカスをしてるかと思ってね、いろんな映画ではあると思うんだよね、そのティーンというかそういうテーマというか。でも私はその中心としたのがこの一人の男なんだ。その一人の男がここに書いてあるんだけど、ウィリアム・シーモアっていう人なんですよ。でその人は黒人なんだね、黒人で、それでルイジアナのところで生まれて、それで黒人で奴隷の息子なんだ。He's a son of a slave. スレイブだ。そして彼の生き方っていうのが、でトータル52歳で死んでしまったんだけども、その人の生き方っていうものが、ものすごくアウトスタンディングのところがあるわけだ。で最終的にはそのアイデアが、その人の信仰っていうか、そういうアイデアが、結局その続いて600ミリオンの人たち、まあ、クリスチャンの人たちとかそれに興味を持っている人、それに影響を与えたっていうところがフォーカス。で人にはいろいろあると思うんだよね。 Just a black guy をそしてもって son of a slave だよ。それで生まれたとかルイジアナのそういうプアな、もう、なんていうのかな、スラムみたいなところで、それで将来はもう全くないような、ね。だけど、このアメリカという場所、ここは、やっぱり、はっきり言うと、ね、みんな、人々、白人の人たちは一生懸命言ったけども、フリーカントリーでね、そして、その、すごいオポチュニティがあると。それからの、まあ、言論の自由みたいなことを言って、フリーダムを言って、
スピーチとかもう全てフリーだからです。でもスウェールがいたっていうことはそんな、ま、昔の話じゃないでしょう。スウェールスウェールっていうのは全く賃金っていうのはないわけだよね。働くだけなの、食わしてもらうけど、それで結婚して子供生まれるかもしれないけど、それもスレーブ。また、そしてスレーブっていうのには全部番号がついてるわけだから、その人が例えばルイジアナからテキサスに行くことはできない。もうその場所にいなくちゃいけない。そういうような中で、アメリカっていうのはそのね、1776年に独立したけども、ずっと続いて、このところで1900何年までもそうなんですよ、ずっと。で、やっぱりスレーブだったらそこから離れられないっていうところがある。そしてこのウィリアム・シーマーのお父さんは、そこから解放されたいからっていうんで、何やったかっていう。それはアメリカのアーミーに入る。だから南北戦争なんかの時に、例えばそのところに入ると、それで終わって、そしてしばらく経ってか、その時かどうか知らないけど、その時にやっぱり牢があるわけだよね。それでここに書いてあるように、そのアメリカにはそういうね、ここはもう牢のカントリーだから、そこのところだとね、そのジム・クラウン・ローっていうのがあるんですよ。そのジム・クラウン・ローっていうのはセグリゲーションですよ。あなたはホワイト、この人たちは。そしたらもう完全にその違ったその法律が適用されるみたいな。だからセグリゲーションだから差別っていうのかな。差別のそういうもの。それはそんな前の話じゃないんだよ。それで。そういうのがちゃんとあったわけだよ、ね、リンカーンは大統領でなって、そのフリーダムっていうか黒人解放した。それでマーティン・ルーサー・キングはその現代の人で38歳まで生きて、結局サインがアサシネーションされたけども、一応この国でだから2月の14日かなんかがマーティン・ルーサー・キングの誕生日を祝うというんでホリデーになってる。それね、だけど彼もそういうところで、それで彼が言ったそのすごく有名なそのスピーチっていうのは I have a dream someday black and white gather around in the same table。 でそれが現れたのはオバマでしょ。オバマ以外は今まで大統領になった人いないでしょ、ブラックで、ね、でオバマが初めてそのマーティン・ルーサーが言ったそのはっきりと予測したっていうか、で彼死んじゃったけど、それを、まあ、実行してね。オバマはいいとか悪いとかいっぱいありますよ。それは嫌いな人もいっぱいいるし、それが彼の政策とかそういうものによってね、嫌だっていう人もいるし、今のトランプなんてのは全然彼に対して尊敬をするようなところもないような、そういうところだよね。だからそういうところでずっと来た、その男のライフっていうか、それをものすごくフォーカスした、で見たかった。それでその時にドキュメンタリーだから、もうその人はいないんだ。ね。52歳で死んじゃったわけ。だから、1932年か、とにかく1870年に生まれたんだから、それから50年だからちょうど22年か、1922に結局彼死んだんだよね。今でもそのお墓あるんだけど、ロサンゼルスのところ、そこでね。だけどもそのまでの間に彼がやったことっていうか、それはそんなすごいことをこの世の中でいうそういうことじゃないけど、そこに結局スピリットの中で
彼が影響を与えたってのはものすごいものってことで、で彼がそのリバイバルって言って、クリスチャンのウェイキングアップのウェイキングっていうか、それをした中で、その今でも影響を与えてるのでもういくらだろう。例えば北朝鮮、平壌っていうんだけど、そこに彼のところにいたアズサリバイバル、アズサストリートのそこにいた人が、二人の人がそこに行って、そこですごいリバイバルが起こったんですよ。そしてそれが起こって、それで今ほら、あいキム・ジョンっているでしょ、すごいなんかちょっと変わったやつね、あれが言うけどね、北朝鮮にはものすごくアンダーグラウンドなチャーチがあるんですよ。中国もそうだけどね、私も中国に行って見たけど、ものすごいそのアンダーグラウンドのチャーチがある。ということは表面に出てきた、出てこないで、いろんなファミリーっていうか、そういうところでそのウォーシップっていうか礼拝みたいにしてるところがいっぱいある。それはアンダーグラウンドチャーチ、それがすっごくいっぱいある。だから我々のニュースなんかでそんなもの全然知らないし、中国のニュースだって決してそんなこと言わない。中国行ったらものすごいものなんですよ。毎日2万人以上の人がイエス・キリストを受け入れたクリスチャンにいるんですよ、中国。あそこなんか、なんかそうですよ。というのはほら、そういうところにいる人はコミュニストの場合に保険とかそういうのも入れない。そういう国のそういう方針で、だって共産だからね。共産っていう意味わかる？コミュニストっていう、共産っていうのは私がまあなんか授業するとかそうした時に、私とあなたが働くわけだよ。私はあなたのボスだ。それは働くわけだよね。働くでしょ。そうしたときに、そこに結局利益を生んだりするのがあるわけだ。当然生産したり働くんだから、どっか耕したりするんだよ。でしょ。したとき、共産っていうことはどういうのかというと、あなたと私がシェアしなくちゃいけない。それが共産のアイデアだって。会社じゃなくても、あなたが誰かと働いてその国で働いた時に、共同で参するんだから、この人と あなたがこの人は 上かもしれないけど、下、あなたがその下だけども、共産だから、そのものを分かち合うっていうのが共産主義です。そのやり方としてどうなるかっていうと、あなたが8時間働いたんだけども、その働いた8時間は4時間はその結局会社のために働いた。だから4時間はあなたの分もらった。それがマルクスっていう人の考え方、マルクス・レーニン主義っていうんだけど、それで考えたのがそのだから、決してあなたはゼロっていうのはおかしいわけだよ。こういうものがあって共産だから、だから4時間分はちゃんとあなたは入らなくちゃいけない。それは共産の考え。だそんなことやってるのはどこもない。中国なんかっていうのはもう今全然そうじゃない。もう国がもう完全に牛耳っちゃって、そして国の偉い人はものすごい生活してる。私も行ったんだけど、そのあそこにある中国放送協会ってのね、CCOP とかなんだろう、すごい大きな放送局。そこにちょっと私は教えに行ったんだよね、プロダクションで。そこのところに行ったんだね。したらその局長とかそういうの出てくる。そして局長が出てきて、初めの時は全然話さなかったけど、今度2日3日になった時にレストランに行ったんだよ。でレストランに行って、そこ隣にいて、その人が
まあ少し英語できるんだけども、ほとんど英語わかんない。で、他の人が通訳しなきゃいけないんだけど、たまたまレストランに来たから、フリーにこう話すことができる。あんたどっから来たんですかっていうことを言うんだよ。Where you came from? I came from Los Angeles. そしたら彼は、I can tell you って何を言うんですかって言ったら、自分の娘は UCLA でに留学してる。外国から UCLA にね、留学するっていうのはものすごい金かかるんだよ。つまり市民とか永住権持ってたりなんかする人たちは確かに中立だから安い。だけどね、外国からね、特にチャイナあたりから来る場合にものすごく高い。そしてその人のオフィス行ったんだよ。そしたらね、本当に共産国って面白いね。部屋があるわけだ。そうするとね、例えば NHK でもね、ちょっと部長ぐらいだったらね、別の部屋になるとかなるんだよね。でアメリカだったら大変だよ。部長の部屋さ、こんなでかくてさ、スリーベースでもなんでも、まあ、私もそういうところにいたけどもね。中国行ったらね、局長ここにいます、下っ端の事務員ここにいます、一見共産主義みたいな見たらだけどもう全然違うのはどういうのかっていうと、だから私会社の仕事に行ったわけでね、行ったんでね。そしたらその会社 の, 北京 の, その事務所の一番偉いやつが言ってね、あなたね、あの人と一回会うときにあの人に2000ドル渡さなきゃいけない、その人にミーティングだな。なるほど。そしたら個人にね、共産主義だから本当はそんなものおかしいじゃねえかと思うんだけど、そうじゃなくて、そしてこの人はだから一回会うことで2000ドルもらってんだよそうしたら自分の娘簡単だよ留学させんだってなんだって。だけど普段座ってるところだとさ、もうなんか変な汚いっていうか、そういうとこ座ってる、座ってなんか事務したりなんかして、それでなんか偉そうな顔してるんだけども、そういうとこだからすっげえ矛盾してると思ったよね。そういうとこ思った。下で働いてる人はいくら働いたってさ、まあ部屋は同じだけど給料なんかものすごく低いわけだよ、もうほとんど。それでだからこのおっさんはさ、そういうところで、でも共産だから全部発表しなくちゃいけないんだよ、1年にいくらもらってるかって。だからそんなでっかくはできない。だからあなたが一番下っ端でこの人がそこの部長だったら、まあパーセンテージで 10% ぐらい Maybe She can make more than you。 ただ 10% almost nothing でしょ、低いんだよ。だけどその他のお金がいくらも入ってるってそれが結局共産主義の今の状態だ。から共産主義って言ってるのはそういうのをちゃんと使ってるわけだよね。それでその人に聞いたんです、この、北京のオフィスの、なんだこれ正しくないんじゃないかって言ったんだよね。 It's not right。 I just explained to him that don't worry ね、We have a 300 years history だっつ。結局アンダーテーブルのやつのそういうのが300 years そうだって。だから Nothing changed 、まあ、そういうとこなんだね。まあそこでもって映画の撮り方とかそういうのを、まあ、教えてきたんだけど、その彼らね。だけどすごいでしょ、私そういうふうに人を使ってね。だから今 の中国のああいういろんな科学技術とかすっごい
お金出して、みんなもうアメリカとか日本が結局あの援助して助けて、そういうふうになったんで、それでああいうふうなレベルになっちゃった。すごいね、お金持ってるしね、そういうところね。だからそういうところでやっぱしその映画見てももう自由な映画じゃないからね。でもやっぱりそこのクオリティっていうか、映画のクオリティっていうのを高めるっていうことはその国の方針なんだよね。だからその例えば使うものがなぜそこのところに行ったかというと、まあ私が行ってた頃だからちょうどあの2008年とか9年、その辺の時だったね。まあ、今からやっぱし5、6年から10年ぐらい前の話だけど、そんな変わらないですよ、中国は。で、相変わらずプロスパーの道を行ってるっていうか、そういうところ。そういうことしてたら、あのお金入ってくるよ、やり方として。ね、だからそういうところで、そのハイビジョンってハイディフィニッション、日本だとハイディフィニッションっていうの、ハイディフィニッションっていうの日本であれ考えたんで、あの発明したんだけど、またアメリカもまたすごくうまくって、一見世界にはアメリカがやったみたいな、アメリカがそれを作ったみたいな、日本はその辺がうまくねえんで、やり方がね。だけど実際にあれを本当に作って考えて作ったのは日本だ。で、そこでキャメラとかそういうのも全部作った。で、中国はその技術を、そういうアイディア、それで映画はちゃんと撮れるかどうかことで、それであのやったんで、その中国はもうしょっちゅうそういうことばっか考えていくから。それでまあ私は行ったんでね。で、人々にその、どうやってそのプロダクションっていうか、その映画を作るかとか、そういうことをまあ教えて。でね、このね、その DVD ね、あなた今日切り来ないんだけども、そのあなたにあげましょうとしたら、OK。はい、あざとです。そう、これ、名前なんていうの？ケントです。ケントさん。はい。うん、だからこれはちょっとそういうので、それ作りましたから、もうすごいローバジェットだけど、でもそのアイディアっていうか、その、はい、黒人の人ね、まあ、私の名前はこれになってるけど、これかな、ジョン・イエス、はい、そうです、まあ、そういうのでいろいろそのところがありますけども、まあ、まあ今度また会えたらね、まあだけどほら学校行って、それであのいつ頃までに大体目標としてはまだちょっと窓は立ってない、うん、だからいるかいないかとかそういうこともちゃんと分かってないっていうことね。あ、はい、うん、まあだけど絶対あのなるとなったらなるからなると思ったらそうなるね。だからそれはもうGod is existing. Okay. So God can do anything. You believe it, you take it. そういうことだね。まあそういうことで今日はまあケント君がここに来たっていうことは本当に良かったですよ。で、映画が好きだったから。ね、大体ちょっと少し分かったでしょ。あ、そうですか、はい、ね、うん、まあ、それで続けて映画を見ながらちょっと考えて、映画っていうのは一つの産業だから、でアメリカでも大きな産業の一つだし、世界に発信するそういうのはまだアメリカはやってますよ。まあ、今すごいもうバイオレンスのすごい映画いっぱいあるけども、まあ、いろんなやっぱりその映画がその語ることっていうかね、伝えることとか、そういうことも一つの文化であり、
一つの思想であり、またはこれはまあ、私なんかの場合には、まあ、これクリスチャンの映画を初めてやったんだけども、普段は全然違うやつやってたからね、普通のセキュラーの。だからまあそういうので、まあ、このクラスでこれをちょっとみんなにシェアするのがいいんじゃないかと思ってやってます。はい、それじゃあこれで終わりました。じゃあまた来週。ありがとうございました。いつもその来るの水曜日って言ったね。一応はい、正式な水曜日。あ、水曜日。はい、水曜日の昼？10時から。11時。10時から。あ、10時から12時頃。同じ時間帯です。あ、同じ時間帯。昼は分からないです。あるんですか？昼水曜。だから多分普通の、私はちょっと分かんないんですよ。このシステムっていうのは分かんないし。それから、まあ、ロサンゼルスにもクラスがあるんですよ、LA ね。まあ、こちらオレンジカウンティの人たちはわざわざ LA まで行くの大変だと思います。私は住んでるのはトーレンスなんですよ。あ、そうなんですか。うん、僕も前まで住んでるんですよ。あ、そう。の日系の会社で少し働いてます。どこをトーレンスって言うと会社は、レドンのビーチなんですけど、うん、住んでたのはトーレンスです。もう隣だった、うん。ああレドンドビーチのシティオブレドンドビーチ、はい、あそこすごくいいとこだよね。そうですね。もうでも結構トーランスのボーダーでした。で、うん、もうちょっと海側に行くともっとなんか高級住宅があるんです、うんうん、もっとそうそうそう、はい、私の友達があそこ のレドンドビーチのところにいましたよ。あの PCH からちょっと入ったところね、はい、海の方じゃなくてあそこにキャメルエロとかなんとかっていうのがあったと思うんだよね。でトーレスブルーバーずっと行って PCH に入る前を右に曲がっていったところなんだよね。あの辺はいいところですね、うん、で今こっちに今はい、で会社かなんか一応働いてるわけ。いや今は働いてないです。ああ、はい、今自分でちょっと今やりながらって感じです、うん、はい、自分でなんかのビジネスっていうか、はい、じゃあちゃんと成功するようにそうです、頑張ります。うん、そうだよ。やっぱりねオプチュニティがやっぱりここあるからね、うん、やっぱりそれを見る目がやっぱりある程度ないと、ただ黙ってたって絶対ないからね。こうやって人間が生きてんだしな、ね、うん、働いてんだ、うん、だからそういう意味からもね、また金曜日もし来ることがあったら、はいはいはい、うん、まあ、その頃にまた違うことをやってるかもしれないけど、はい、でも一応ここではバイブルをまあ教えるっていうことになってるんで、はい、でバイブルででも今回の場合は特にこのジーザスクライストじゃないけど それにすごい影響を受けた人だよね、このウィリアム・シーモアって。やっぱりウィリアム・シーモアっていうそういう非常にはい、じゃあねまたね、はい、その受けたその人がどういうような自分のライフを言ったか。でやっぱりその当時は特に黒人だからものすごく大変なあれだと思うんでね、まあ、そういうのはあまり人には知らせられてないけども、まあ、そこのところを私がこうそのディグインして、はい、そしてまあ英語でやったんだけど、それはだからあとはそこに出てくるそのこれは非常に重要なんですよ。というのはさっき言ったようにもう死んじゃってんだから、その人の本が残ったり新聞が残ったり、それからその人の影響を受けた人たちが今いるっていうことなんでね。だからその影響を受けた人がどういう人かっていうのはすごく重要なんですよ、選択するときに。さっき言ったキャスティングじゃないけども、そういうところで今アメリカで最も使われてる女の人でジョイス・マイヤーっていうのがいるんですよね。そういうスピーカーでもうアメリカ中ずっとぐるぐる回ってる、それから世界の
発信してる。で本はものすごくいっぱい買ってる。ものすごく影響、それからやっぱりニューヨークタイムズのベストセラーになってる、そういうような、そういう人がその中にいるんですよ。ジョイス・マイヤーとインタビューしたんだよね。でセントルイス・ミゾーリー、そこのところでね。そうだからその他の人も結構ジャック・ヘイフォードとかもアメリカではすごい現在も有名な人とか、そういう人たちにインタビューしたんだよね。だからそれももうトータルで54分きりないんで、それを結局ちゃんとする表すとものすごい難しい短い中において、大体1時間以内のちょうど放送する時でもしたんだけども、大体54分っていうとそこにいろんなお知らせ入れられたりなんかするとちょうどいい時間、1時間番組のそうなるっていうことで、そういうふうにしたんだよね、うん、だからやっぱり そういうものを作る時っていうか、あなた何か言ったわけ、What's your major? 僕のメジャーでチャイナスタディです。え？チャイナスタディです。チャイナスタディ、はい、あ、そう。中国の社会学とかそういうのを勉強しました。うん、中国語ではないですね。中国語は全く勉強してないんですけど、もともとビジネスだったんですけど、書いて、うん。それで中国、メイジャーは中国の何、エコノミーとか、中国エコノミーとか、ソサエティ、歴史とか、そっち系 を全部、フィロソフィーも、うん、コンフューシャニズムとか。コンフューシャニズムですね。だから、マキスそうでしたっけ、まあ、えそのマルクス。マルクスとか。マルクス、レーニンね。なんか やった覚えがあります、ね、うん。それやっぱりアメリカの学校で、はい、UCI で。UCI で、はい、そういうのはあるわけ。あります。すごい深かったです。あ、そう、はい、特に一番好きだった授業が台湾フィルムって言って、うん、台湾の昔の、フィルムの、まあ、映画を何回もずっと見て、その映画のバックグラウンドとかその歴史を勉強するってやつなんですけど、うん、その日本統治時代とか、いやとか、コミュニストじゃなくてナショナリズムの国民党、国民党が来たから、うん、超解析、うん、超解析ね、まあ、とかの時の時代の映画とか、その人々の生活の移り変わりとかの映画を見て、でそれをなんかすごい勉強するっていうんです。自分も面白かったですね。あ、そう、はい、すごいなんか変化があってね。そしてすごく台湾にはすごく親日家なんだよな。そうなんですよ、なぜか。ところが、そこに蒋介石一派が、もう入り込んで、その国を完全に統治しちゃって、そういう時に対する反発もすごく。そのイメージがあるから、うん、中国に台湾の中国に対する、なんていうんですか、気持ちの方がなんか強いですよね。うん、嫌いな気持ちが。うんうん、はい、だからその中国の一派みたいな、はい、そのあれがね、台湾の蒋介石ね。だから蒋介石はもう宋美齢って奥さん、あれなんかもうものすごいアメリカに何回も来たし、うん、ものすごく親米っていうかね、そういうところがあったしね。実は私の親父は中国のあれだったんですよ、外交官だった。中国だから私は中国で生まれたんだよ。そうなんですか。あ、で全然関係ないけども、今度のこういうハイビジョンのそういうんで中国にその教えに行ったっていうこと、これはもう全然関係ない。だから僕ビジネスからそのチャイナスタディに変えて、まあそのキャリア的には全然あれ使えないですけども、勉強も楽しかったですね、うん、そういう。で特に僕台湾がすごい好きだったので、その頃なんか、うん、旅行に行って半年ぐらい住んで、あ、そう、ちょっと田舎の方に住んでみてわざと、うん、でまあいいなと思いながら。じゃあ中国メインランドチャイナよりも台湾の方が。いや、メインランドまだ行ったことないんですよ。
あ、そう。はい、でもまあ、まあ、いろいろありますよね。本当にメインランドでも本当に上海、ベイジンの人たちもいれば、そのグアントンとかグアンゾーみたいな、その南の人もやっぱ雰囲気も、カルチャーも違いますし、うん、食べるものも違いますし、うん、全然違います、はい、だからなんか性格とかもやっぱ違ったり、うん、着るものだったら違ったりするので、うん、なんかチャイナって言ってメインランドって言ってもなんか全然違うなっていう、うん、一概には言えないなっていうイメージなんですけど、うんうん、だからやっぱり中国がこれからそのいろんなことになるっていうのは、今まではほらアメリカとか西洋とか日本に なんていうか、その、生産作るものでにおいては安かろう、まあ結構 よかろうみたいなところでもって完全にそのマーケットシェアすると同時に、そういう技術もものすごく発達しちゃったよね。それでものすごくね、やっぱりね、なんかそういうものを吸収しようとする気持ちっていうのはものすごいよ。だから英語で言うと Hungry and Thirsty っていうか、そういうのはものすごくあるね。だからもうそういう映画のそういう来たら、もう何でもかんでも絶対全部それをちょっと習得しちゃうみたいなね、そういう精神っていうのはものすごいよね、うん、あれすごいと思った、うん。でもそれとさっき言ったアンダーグラウンドの人たちもいるんだよ、うん、これはものすごい。それで私会ったからね、そういうところに行ったんですよ、北京のところで。北京のところの一つの大学でその、まあ、教授っていうか、それアメリカンなんだよね、アメリカンの人がやってたんだけど、だけどやっぱりその人もそれも彼もクリスチャンなんだよ。だけど向こうではその英語の勉強をすごくさせたいっていうのがものすごく強い。で彼のそのアンダーグラウンドのミーティングにちょっと行ったんだよ、その教授の。まあその当時40歳ぐらいだったかな、彼は。そして行ったらね、そこにね20人ぐらいの若い子がいるんだよ、中国人。それでそこに来てる。そうしてその子供たちはもう完全に英語パーフェクトだよね、うん、驚いちゃった。でアメリカ行ったことあるのかとか言ったら、行ったことないって。だけどやっぱりそれだけその学ぶっていうこと、そしてもし英語とかそういうのが分かってたら仕事とかそういうのはもう全然問題ないって。でクリスチャンの子供たちね、そのとおり。でああいうのはやっぱりね、日本語とその中国語の違いがあるのかなと思ったんだよね。やっぱり発音とかそういうのがね、やっぱし中国人の方がそっちの方に入りやすいだと思うんだよ、多分。それでだからそうやってそういう若い者たちが、ね、その短い間にすごくキャッチしちゃって、うん、R 発音湧きますもんね、うん。だからそういうと思ったけど、その片一方やっぱりその共産主義というアイディアをね、やっぱり本当の共産主義っていうアイディアじゃないんだよね、もともとその言葉の持っている、または思想の持っているところ違って、だってね、はっきり言って共産主義っていうか、ピュアな共産主義とね、それから普通のそのキャピタリズムっていうのは絶対こうあれしないんだよね、そこに相入れるとこないんですよ、そのところ。だけどもやっぱり人間の思考とかいうことだったら、共産主義みたいなピュアなのだったら、はっきり言うと生きられないところがあるし、それから経済の発展とか、それから機械産業の発展とか、そういうのも期待できないところがある。本当のピュアなあれだった。だって働かなくたって何だってシェアするんだから、当然その人もらえるはずだし、そういうような思想になっちゃうからね。だからマークスみたいな本当に貧乏人の親が、あれはプリーチャーだったんだけど、まあ牧師っていうか、それで結局彼もその影響を相当受けてたけど、やっぱりこの世の中っていうのは公平じゃない、そういう彼の元々のアイデアから来て、
資本主義っていうキャピタリズムっていうのを書いた、その矛盾っていうのをずっと書いてって、で最終的には共産主義的な、それが理想的なものと、レーニンっていうのはそのね、それに引き継いでやったんだけど、でソ連もやっぱりそういうふうになったけど、結局ソ連はそれ結局崩壊してしまった。で中国はもうはっきり言ってんだよね、あれすごいと思うのは、共産と資本主義っていうのは相入れるところがあるって、2つの政策で自分たちは行くんだという、もうはっきり言ってるわけ、ありえないんですよ。だからそういう中に置くとどういうのがあるかっていうと、さっき言ったアンダーテーブルみたいな、そういう局長がそういうしてて、それは当然のことし、だけどあんまりしすぎちゃったりなんかすると、ああやってなんか取り上げられちゃったりする。でもほとんどの人はそうなってるんだから、 Nobody blame each other、 だそういうところで何かのそのあれが起こりますよ、国がね。それで言ったって、まあ、トランプみたいなのもはっきりしてるから、とにかくもう資本主義っていうか、そういうのでも絶対に行くっていう、もうはっきりして言っちゃってるからね。で中国はそのある意味ではその資本主義的なところで経済貿易とかそういうところに一致するから、そういうところは受け入れるところがある。だけど片一方ではそういうのじゃないのがあるわけ、中国のそういうルールとかそういうのがあるし、だからシリコンバレーなんか行ったら分かるんだけど、すっごい中国人がみんないい学校出て、スタンフォードとかそういうところ出て、その会社を起こして、アメリカで会社を起こすのすごくイージーだからね。そしたらすぐそこでビザが降りてくるんだよ、投資ビザって。だからそういうで中国はそういうので、私の知ってる人もアメリカの学校出てね、今ねその女の人はね、ニューヨークのストックマーケットに上場されてる、そういうところまで行っちゃってる。だけどものすごい中国との関係を持ってて、もうしょっちゅう中国に行って、もう全部だからアメリカのそういろんなものが全部向こう行っちゃってるんだよ。その辺は中国がすごい。それでトランプちょっと文句言ってますよね、うん、それに何でしたっけ、名前忘れました、それに対してお金を払えと、うん、それプラス関税も考えたら、そうだからもう中国はもうそんなアイロンケアが、そんな300年の歴史があるんだから、例えば2つ両立するわけないんだけど、するという考えを持ってるのが、お互いに分かってる、他の人には分かんないけど、中国人同士で分かってる、そういうのはそういうのはありえないんだよ、そういう完全な矛盾というものがそこに、でもそれを受け入れる、でこれは社会の成り立ちだと思っちゃってる。それはもう今若い人たちでもそうだよね。なんでアメリカに来て勉強するのよ。すごい金出してね。さっき言ったように局長の娘、UCLA だよ。そして、ちゃんと素晴らしいところに住んでて、親父が全部やってんだから。ウエストウッド、そうですよ。まあ、だけどあなたこれからそのやるの何やるんだか知らないけども、はい、なんかあるわけ、やる一応僕はずっとデイトレードをやってます。デイトレードね、はい、うん、と e コマースです。うん、一応まあ2つぐらいはインカムソース持ってないと厳しいなって、うん、って感じですね、うん、じゃあデイトレードは自分の家でやってるの。はい、うん、まあいろんなところがあるけどね、はい、まあ、私のチャーチに来てる男はペンステイト出て、うん、そしてこっち来てニューヨークで働いてたんだけど、やっぱりキャリフォルニア区って今前にあれがあるんでね、あそこにウォーターガーデンっていうの、うん、サンタモニカのところにあるものすごい大きな、全部で4つのビルがあって、1つのところの1階のところに NHK がスタジオ持ってるんだけど、
まあ、そこのちょっと私は手伝ってるんだよね、うん、でそこのところにあるのはそのデイトレーですごいですよ。だからあんまり彼ね、そのプレッシャーになっちゃって、それが精神的にやっぱやばいです。そうでしょ、本当にもう始めた頃はすごかったですね。だからさ、その時に成果を上げなきゃダメでしょ。上げなかったら入ってこないしね、はい、で相手人間だからね、人間を相手にしてるから。そうなんです、心理戦というか。そうでしょ。で10年デトロイト続いてたからといって、その11年目に勝てるっていう限らないので、うん、で11年目で退場してる人とかよくいるらしいので、もう10年やったから俺はもうこれでもって大丈夫だってやったんだけど、もしかしたら11年目に負けるっていう可能性も全然あるので、どんどんやっぱ手法が変わっていくので、うんうん、はい、それをフォローしていかないとだね、はい、だから10年やって、あのこれっきりで家族もできたし、もっと支えるものができたってことで、もうトレードじゃなくてどっちかと不動産とかの方に投資していく人もいるらしいです、うんうん、それならいいけど、はい、デイトレードにずっと続けて行った時に何か起こること可能性があるんで、だからやっぱ精神的には辛いですね。まだ一人身なんでそこまでですけど、うん、子供とかできたらなかなか。だからその人は、まあ、ちょっとはっきり言っちゃうけども、はい、やっぱりそういうすごくバックグラウンド良くってニューヨークで結構活躍してたんでね、うん、でこっち来たわけです。でそこのところでやってて結局精神的にナーバスブレイクダウンになっちゃった。ナーバスブレイクダウン、はい、だから精神的なその血管が出てきちゃって、それで結局そこから離れた。涙ってものが大事です。